トヨタランドクルーザー。ランドクルーザー。ランドクルーザーは、トヨタ自動車が製造する大型クロスカントリー車である。日本ではランクルと通称される。世界的に著名なクロスカントリー車であり、その耐久性は世界中で高い評価を受けている。ランドクルーザーという社名は1954年6月より使用されており、現在では2017年時点。 一つの社名で継続生産されている日本製の自動車としては63年を超える最も長い歴史を持つ。初期の生産は2ドアから始まった。その後、4 0系で大型化し、5 0系、6 0系とさらに車体の大型化が進んだ。現在の生産、販売は4ドアの大柄な車体と先進及び高級装備を持つステーションワゴン系の車種と 主に業務用途向けとして多彩な車種を展開する70ヘビー系、ヘビーデューティの種、そして70ライト系、ライトデューティ、日本国内での車名はランドクルーザーワゴンから発展した SUV、ランドクルーザープラドという車種の、車格も仕様も異なる3系列が並行している。現在のステーションワゴン系の車種は、 レクサス LX570 の姉妹車でもある V 型8気筒エンジンを搭載したランドクルーザー200であり欧州などシムケチによっては社名がランドクルーザー V8 となる100系の欧州名はアマゾンイコールアマゾン。現在のヘビー系の車種は70系である長大な車体を持つ78と79を中心に世界各国に向けて輸出が続けられている 国内では貨物登録1、4ナンバーであったため NOX 規制法及び PM 規制条例により2004年平成16年7月に販売を終了していた復活を望むファンの強い要望に応え誕生30周年を記念して2015年平成27年6月30日生産分までの期間限定で約10年ぶりに発売された 現在の SUV 系の車種である、ランドクルーザープラドは、2ドアのショートと4ドアのロングのバリエーションを持ち、常用との部品共用化を進めた車体である。詳しくは、ランドクルーザープラドを参照。戦時中、トヨタによって、少数が生産された日本陸軍4式小型貨物車こと、AK10 型4輪駆動車は、フィリピンで旅客された、通称、 バンタムジープをコピーして設計された。その際軍部から敵型との識別のため、外観はジープに似せないこととする、胸の指示があった。機能がそのまま外観に現れるジープを模倣する上で、それは容易なことではなかったが、生産型は資材の急防も伴い、木材なども用いた簡易な外装に一つ目ランプという、いわゆる戦時型となり、結果的に、 全く別物の外観となった。AK10 型はフロントにリーディングアーム、リジットアクスルのサスペンションを持ち、AE 型乗用車の C 型エンジン、初代4気筒に 585cc と3足 T、M、2足 T、F を組み合わせており、機構的に BJ 型以降のランクルとの直接のつながりはない。しかし、AK10 型の試作により、 設計主任の森本正義氏をはじめ、トヨタの技術者が得られた経験値は大きく、AK10 型の残存部品は BJ 型の開発の際にも大いに役立ったとされている。また、トヨタはをベースに四輪駆動とした、キシー型四輪駆動トラックとキシー型をベースとした、水陸両用トラックの陸軍、月型四輪駆動水陸両用車、1943年から198台生産。 でも四輪駆動、双輪駆動車を手掛けた経験があり、AK10 型とは異なりトラックが母体となったこれらの構成は BJ 型に通ずるものがあり、トヨタ自身もスキシャやキシー型のシャーシ構成が BJ 型やランドクルーザーの直接の石となったと記述している。1960年、昭和35年1月発売開始、20K を フルモデルチェンジして登場。すでに20系が30番台の数字を使っていたため、形式は40とされた。1984年、昭和59年11月に70系にフルモデルチェンジされるまで24年にわたり販売され、続け、超ロングセラーモデルとなった。北米においても、1960年代前半までは、トヨタの最良反射種であった。 そのため、世界各国で、業務用として今なお、現役のものも多く、また、趣味の世界でも、40、40などの愛称で親しまれ、多くの愛好家に大切にされている。また現在でも根強い支持を受け、ランドクルーザープラドーベースに誕生した、FJ クルーザーのデザインモチーフともなった、乗用車ムードあふれるユニークなボディースタイル、 クロスカントリー車という得意な車であるにもかかわらず、乗用車を上回る安全性。高出力エンジンと理想的な車両重量配分と抜群の高速性能と当時の解説書にはある。北米市場を強く意識したモデルで、ランドクルーザーシリーズとしては初めて、工業デザイナー、車内によるスタイリングを採用している。北米デムース、ヘラジカと、 あだなされることとなったフロント周りや大きく凹んだスライド式、電動昇降式のリアウィンドウなど、それまでの常識にとらわれない独特のスタイルとなった。しかし現場経験のない若手が担当したことから、パネル割に不慣れな部分が多く、生産開始後もライン上でハンマーによる修正が必要となり、品質が安定するまでには多くの月日を要する結果になった。 北米の保安基準に適合させるため、インストゥルメントパネルは発泡ウレタンのパッドで覆われ、ステアリングホイール中央にも大型パッドが設けられた、その後40系と共通の小ぶりのものに変。パワートレインは40系と全く同じで、125馬力の F 型ガソリンエンジンとオフセット式の二足トランスファーに、コラムシフトの三足 M、D が標準の組み合わせで、オプションで、 フロアシフトの3速または4速、MT が選べた。ファイナルレジオ、デフの減速比は3.700が標準とされた。3速、MT は1速とリバースがノンシンクロであった。その後、1969年にエンジン出力が130馬力に向上した。北米以外のシムケジについても、 トヨタは55型にディーゼルエンジンを最後まで与えなかった。その点にこのモデルのポジショニングがよく現れている。より実用的なモデルが必要なシムケチには、H 型ディーゼルエンジン搭載の HJ45、1967年から1980年2代目、FJ45 と同じ、ホイールベースに 1950mm で2ドアのモデルの各タイプが用意され、それを補っていた。 当初の予定通り、生産台数のほとんどが北米をはじめとする日本国外へ輸出された。国内では業務用として多くの納入実績を誇ったが、高価であったこと、小型車枠を超えていたこと、ディーゼルエンジンがなかったことがネックであったと言われ、個人向けの販売は振るわなかった。50、系の開発計画は当初、ショートホイールベースの2ドアハードトップと、 ロングホイールベースの4ドアステーションワゴンの2本立てであり、その時点では、名実ともに50、K であった。2ドアモデルは1、10クレーモデルによる、スタイリング検討まで行われており、このモデルが生産されていれば、FJ50 型を名乗るはずであった。しかし、北米での販売が好調であったカイ J40 との、バッティングの可能性、販売価格、 荒川車体の生産能力などを考慮した結果、2ドアモデルの計画は中止されることになった。現在50番内の55、56型が50、K ではなく、型と呼ばれる理由はここにある。ちなみに50、K は、ブラジルトヨタが生産する、ランドクルーザーのノックダウンから発展した、バンデランテ、トヨタバンデーランテを J、BJ50K。 1954年から2001年11月が名乗っている。この区別はランクルに詳しいもの以外にとっては非常にわかりづらいため、一般的には55、56、型をまとめて50、50 K、OJ、BJ50K はバンデランテと社名で呼ばれることが多い。1980年8月、ステーションワンン、55型の後継車種として登場。 ランクル 40K から脱却、独立して本格ステーションワゴンを目指したモデルである。フロントの独立フェンダーを廃止することで先代のイメージは完全に払拭され、当時北米で人気だったステーションワゴン前としたスタイルに生まれ変わった。このボディの基本デザインはこの後も大きく変わらず、クロームメッキバンパーやリアゲートに上下開きタイプが追加されたり、ドアミラーの採用や、 ハイルーフ仕様の設定、サイドステップやオーバーフェンダーの設定など、時代に合わせた装備の追加、変更が数多く行われた。デビュー当初から前期の60系に設定されていたボディカラーは、ホワイト、フリーボーンレッド、トラディショナルベージュ、フィールライクブルーの4色、HJ60V などにハイルーフ仕様が設定された後期型になると、 上級グレードにワイルドステージトーニング、シルバーとノーコン系メタリックの2トーンカラーやベージュ、メタリックが加わり、オプションでそれぞれのカラーに合わせたサイドストライプ、塗装ではなくデカールのステッカーが用意されていた。拡大されたボディの恩恵を最大限に利用して居住性の向上が図られ、インテリア面でもそれまでのモデルからラグジュアリー性が高められており、 室内カーペットなど乗用車化が進んだ。とりわけ G パッケージと呼ばれる上級装備オプションの設定や後期モデルから行われた装備やトリムの違いによるグレード設定もインテリアの進化を加速させる。また上級グレード装備やオプション装備の中には電動アジャスタブルシートや電動ムーンルーフ、フロントシートヒーター、オーバーヘッドコンソールといった豪華装備も用意され、 その後の贅沢 SUV 路線に線弁をつけた。ガソリンエンジンは55型から変わらず6気筒、4.2リットルの2回型で、あったが、新たにランクルでは、初となる6気筒、4.0リットルの 2H 型、国内は1982年からと4気筒、3.4リットルの3バイト型の2種のディーゼルエンジンが設定される。ステーションワゴンのラインナップに初めて、 ディーゼルエンジンが加わった。このモデルは販売から40年近くが経過しているが、後継モデル同様に現在でも実動車が数多く高い人気がある。売れ筋は圧倒的にトラディショナルベージュかホワイトの2色だったが、現在ではオリジナル塗装のボディ色ではないサイト塗装車も多く見られる。消防車仕様は山間部を中心に、 配備されており、現在でも見ることができる。これは、新型の V 型8気筒 1VD 回 TV、ディーゼルエンジン、4461cc、インタークーラーターボを、今までの狭いエンジンベイに収めるにあたり、余裕がなかったためと思われる。ちなみに1984年のデビュー以降、フロントマスクの変更は3度行われているが、 ボンネット全体が大きく変更されたのは、これが初めてとなる。78、79はライト系、70プラドセミロングと形式重複している。ヘビー系は2014年8月25日に70、シリーズの発売30周年を記念して2015年6月30日生産分までの期間限定で約10年ぶりに復活した。ボディタイプは、 ランドクルーザーらしいフォルムと高い居住性を実現するバン GRJ76 系型に加え最大 600kg の貨物を積載できる健牢なデッキスペースを備えた日本国内でのランクルでは初のダブルキャブ仕様となるピックアップ GRJ79 系型の2種類を設定した日本国内で期間限定販売となった理由は2015年 平成27年7月26日以降の生産車両に適用される新保安基準に対応できないためである。エンジンは日本国内向けでは初採用となる v 6 4四 l の1 g r f e 型に軽量、コンパクト設計のアルミ製シリンダーブロック、吸気効率を高める v v t i a c 二 i 2大開花変吸気システムを採用することで 平成17年基準排出ガス50%低減レベル認定を取得する環境性能と最高出力 170kW231PS 最大トルク 360nm36.7kgfm の動力性能を両立トランスミッションは信頼性と操作性に優れた5速マニュアルを採用するが2速と3速に トリプルコーンシンクロメッシュを組み込む子で滑らかなシフトワークを実現し、オフロード走行時の素早いシフトチェンジにも対応。駆動方式は、トランスファーレバー操作による駆動モード切り替えが可能なパートタイム 4WD、デュアルモードオートマチックロッキングハブ付けを採用。市街地や高速道路での走行には静粛性や燃費性能に優れた二輪駆動で走行し、不整地や、節路、 急な坂道などを走行するときには、路面状況に応じた2種類の枠道に切り替えることで、走破性を高めた。また、時代の要請に合わせて、フロントエクステリアやインテリアはより現代的なデザインとなる。フロントグリルやフードの形状を変更し、グリルに装着のエンブレムは、トヨタの CI を用い、ヘッドランプはターンシグナルランプ一体型の医療タイプとなった。インパネは、 オフロード走行時に、車体の姿勢が把握しやすいように水平基調のストレートデザインとすることで機能性を確保。ボディサイド両側に30周年記念の専用エンブレムを装着し、キーボックスや車検証入れは本革仕様とした。合わせて、運転席、助手席、SRS エアバッグや ABS を標準装備、している。 30周年記念復活モデルで設定されたボディカラーはバンピックアップとも7色でホワイト、シルバーメタリック、グレーメタリック、ダークレッドマイカ、ブルー、ベージュ、ジュマイカメタリックが設定された。なお、ピックアップの新車装着タイヤは一般市販車として採用されることが希少となった鉄リングホイールのチューブ入りタイヤである。1984年11月 70系のライトデューティー版派生種として登場。日本国内は1985年、昭和60年10月、1990年4月、4ドアセミロングボディの追加に伴い、プロド、プラドのサブネームが与えられる。以降の詳細は、トヨタランドクルーザープラドを参照。ボディサイズが60系よりも一回り大きくなり、メインマーケットの北米や、 オーストラリア向きに開発されたモデルとなる。8 0系はそれまでの高波なクロスカントリーから内外装の質感向上と装備の充実により高級 SUV へと性格が変化した最初のモデルであると言える。しかしオフロードでも従来のランクル同様のラダーフレームに長大なストロークを持つリジドアクスルという車両構成を維持したため十分に高い走破性を持っていた。 日本国内向けは8人乗りのワゴンと5人乗りのバンが用意されており、グレードには下からパートタイム式 4WD の STD、GX、そしてフルタイム 4WD を採用した VX、VX リミテッドがある。ライフサイクルを通じて常に存在したグレードは VX と VX リミテッドで STD は1989年から1993年。 GX は1993年から1998年に販売。上位2グレードはランクルの新世代フラッグシップとして、上質なインテリアや高級装備が標準、またはオプションで用意され、下位2グレードはオーバーフェンダー非装着となっている。なお、GX については後期型、1995年から1997年のワゴン及び版のディーゼルターボに装着されていた。 バックドアは STD と GX が70系同様、左右の幅が異なる観音開き、VX と v x リミテッドが上下開きを採用した。次世代の100系はオフロード走行にやや不向きな面もあるため、あえて80系に乗り続けるユーザーも少なくない。バンではキャンピングカーに改造された車も見られ、メーカー純正のキャンピングカー使用者。 アクティブバケーションも設定されていた。オーストラリアでは地元においてアトラクションツアー用に改造された荷物室を窓一つ分伸ばし、後ろの車軸を二軸とした六輪車が存在したあと五軸にはデフは装備されていない。80系の後継として誕生した100系は半世紀にわたり世界の悪路を走ってきたランドクルーザーファミリーの中で 極めてタフで実用性の高いクロスカントリー車から、さらにタフニスさを高めつつ高級車の素養をも身につけた、プレミアム SUV へと大きな飛躍を遂げたモデルであり、トヨタ自らがトップオブ SUV と宣言し、トヨタ SUV の最高峰とされた。1 0 0は歴代初の V8 ガソリンエンジンが搭載され、先代8 0系で初採用されたフルタイム 4WD 方式に、 電子制御の磨きがかかり、さらにアクロ走破性と乗り心地を高次元で融合させたスカイフックトムズを導入。その上で、インテリアに本側のシートトリムや木目パネルを多用するなど、V8 エンジンの静粛性や最新技術と高級装備は発売後から好評で、日本ではオフロード界のセルシオと言われることもあった。アメリカ合衆国においては、 所有者の世帯収入の中央値が20万ドル、約に400万円以上という高級車となった。80系同様にワゴンとバンの仕様があり、グレードは下から VX、VX リミテッド、VX リミテッド G セレクション、そして途中追加されたレクサス LX470 の国内版のシグナスがある。日本市場では レクサス LX のバッジエンジニアリング車が、ランドクルーザーシグナスの名称で発売された。同モデルは4頭、ヘッドライト、体型、クロームメッキホイールという外観の違いが、G セレクション同等の装備に加え、レクサス LX 専用装備となる、電動リアクォーターウィンドウ、エンジンフードやドア内部の遮音材が追加されている。また、足元とムードランプ、 センターコンソール用ダウンライト、インナードアハンドルランプ、ステップランプなど、照明関係も充実している。日本国内の一般向けモデルのバックドアは上下開きのみの設定となったが、機動隊の現場指揮官車や日本道路高段のパトロールカーとして納入されているモデルは、バックドアが左右非対称の観音開きとなっている。月間販売台数は常に2000台以上。 維持しており、ライバル社の日産サファリ、三菱パジェロを大きく突き放し好調な売り上げを維持していた。また、高価格と人気を反映して、日本ではランドクルーザー100だけを狙った、窃盗団による窃盗の被害が90年代後半から2000年代中盤にかけて多発した。フロント独立喧嘩化によって高いオンロード性能を 手に入れた 100K ではあったが、相変わらず過酷な状況での耐久性や黒、走破性、積載性など 80K で好評だった。ワークホースとしての性能がキられ、コルゲーテッドロードと呼ばれる、洗濯板上の未舗装路を多く持つオーストラリアなど一部の国からの強い要望で、実績のない前輪独立喧嘩に対する、 保険としてボディは100系としなら、エンジンや駆動系などのシャーシーは80系から流用。足回りは前後リジット式コイルを踏襲した、105型と呼ばれる特殊な海外専用仕様が設定されている。主に国連やオーストラリア向けとして輸出され、エンジンは80系と同じ4.5リッター時気力、ガソリン1回 ZFE 型と4.2リッター時気。 6ディーゼル1 h z 型のみの設定である。また、ガソリンエンジンには 5MT も存在する。内装は、国内仕様にはないベンチシート、ビニールフロアの簡素装備なスタンダードグレードのほか、装備を充実させた GXL グレードも用意されてた。オーストラリア向けは、70K トゥループキャリアー同様、予備の燃料タンクを持ち、合計180リットル、 インパネに追加燃料系とメインタンクへ組み出す、ポンプ用スイッチを装備する。オーストラリアでは大変な人気を獲得し、キャンピングカーや作業車のベース車両として活躍。少数ながら日本に逆輸入された個体も存在する。200系は歴代のランドクルーザーを意識させるデザインであり、これまでのランドクルーザーの走破性はそのままにさらに、 豪華な内外層が与えられている点が特徴で、国内価格も400万円を大きく上回る。国内での目標月間販売台数は700台と発表されている。2008年、平成20年には100カ国以上で販売され、グローバルな目標年間販売台数は10万台と発表されている。グレードは ZX2009 年。 平成21年4月に追加、アックス G セレクション、アックス GX2010 年、平成22年7月追加がラインアップされている。その高い走破性と耐久性を買われ、古くからラリーレードに参戦するプライベーターに愛用されてきた。1995年には、トヨタの子会社であったアラコが、トヨタチームアラコ、ターを組みして、 ダカールラリーの市販車無改造部門にワークス参戦を開始。2004年にアラコの車体部門はトヨタ車体に吸収合併されたがチームランドクルーザー TLC と名を変えて参戦を継続している。同活動は1995年から2018年現在までの23回の開催中6連覇を2度含む18回のクラス優勝を手にしている。 また2002年には総合でも9位に入る活躍を見せた。同部門ではライバルであった日産、テラノと三菱、パジェロを一掃し、現在プライベーター含めほとんどのエントラントがランドクルーザーまたはランドクルーザープラドを採用している。2018年のダカールでは新旧合わせて10台のランドクルーザーが参戦した。また2007年からチームランドクルーザーは 灰を生成したバイオディーゼルを燃料に用い始め、2012年には100%バイオディーゼルの燃料でダカール 9000km を走破することに成功した。この取り組みは2018年現在もバイオディーゼル100%のまま続いている。2009年にはベルギーのプライベーターがフィッシュチップスの屋台車仕様の HJZ79 型、 ランドクルーザーで参戦。第一ステージが終了した後、実際にフィッシュチップスが調理され人々に振る舞われた。その後も無事に走り続け、総合58位で完走しきった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。